こんにちは、ランクが201になりました、サードラです。なんとか200ランカーは有言実行で期間内に終わりました。で、今回はこちらですね、あの前の動画でもお話ししてた5章でマニアックの1の3よりも効率がいいところがありましたので、そちらのご紹介をさせていただこうかなと思います。はい。で、まず大前提としてなんですけど、今ここですね、この右上、ここにあのスタミナ半分っていうのが、スタミナ半額中っていうの、半減中っていうのがあってると思うんですよ。これが1勝2勝3勝3勝4勝まで対象になってるので、この期間中に関しては今まで通りマニアックの1の3ですね、ここを周回してもらう方が効率がいいです、めちゃめちゃ。で、この半分期間が終わった時にどこ回ればいいのかっていうのが今からご紹介する新しいクエストになるので、それがまずこちらですね、第5章の第4戦、ここですね。これをこのパーティー、空母の、ちょっと編成開きますね、空母の60レベルで空母スペシャル回を覚えさせて、ダライアス、まあ、これはダライアスじゃなくてもいいです。あの、攻撃力が高いオトモン、あ、ライダーに攻撃力を出せるオトモンつけて、通常攻撃を打ってもらえばいいので、まあ、それでダライアスを僕は入れてるって感じで、技セットはダライアスはなんでないですね。で、空母は空母スペシャル回のみとなってます。で、まずマニアックの1の3を、まあ、これがどれぐらい早いかっていうのを知らない方も多分いらっしゃると思うので、一旦こちらを、ま、お見せしようかなと思います。これはもう動画見てくださってる方は毎度一緒になっちゃうんですけど、ここをマニアック1の3をレウスブレス周回ですね、これちょっと実際やってみます。で、これ見た後に見てもらった方がわかりやすいと思うので、で、ここは2ターンの頭で終わりますね。まず通常を2発入れて、で、攻撃一発もらって、この後レースブレスを打つので、これで終わります。なので、まあ、2手頭で3手ですね。3回攻撃で終わりますね。1体抜いてるので。で、これで15スタミナ消費して90経験値と45ライダー功績とオトモン団子がもらえるっていう感じになるんですけど、今からご紹介するのがこちらですね。5章の第4戦。で、これはパーティーは、これですね。今ご紹介したやつでやっていくので、で、見てもらうとわかるんですけど、手数は一緒になります。2体でやってるので、3手でクリアするって感じですね。で、今空母攻撃アップ引いちゃったんですけど、攻撃アップがなくてもちゃんと抜けるようになってます。で、これで通常2発で削って、空母スペシャル回で倒すって感じですね。これで終わりになるので一緒なんですよ、手数が。で、ここからの入手経験値と、オトモン団子等をちょっと見ていただきたいんですけど、まず経験値が、114、あのマニアック1390だったんですけど114もらえて、まあオトモン団子とかが45だったのが57になってます。はい。なので、まあ時間効率ですね、時間効率が同じ時間でクリアできてもらえるアイテムが多いので時間効率がめちゃめちゃ良くなります。ただスタミナ効率ですね、1スタミナあたりで手に入るライダー功績、オトモン団子、ランク経験値の数字は一緒になるので、あのもし空母持ってない方とかはもう全然マニアックの1の3周回してもらっても時間効率以外は全部一緒なので、あのもらえるライダー功績の数とか上がるランクとか消費スタミナに対してもらえる分は一緒になるので、空母持ってない方は1の3周回で全然いいです。で、空母持ってる方は今の方法でやってもらえるとスタミナ効率は変わんないんですけど時間効率がめちゃめちゃ良くなるので、そちらでやってもらえるといいかなと思います。と何回も言うんですけど、イベントでキャンペーンでスタミナ半分期間中に関してはもうマニアックの1の3、僕も1の3をずっとやってるのでやってもらった方が明らかにスタミナ効率がいいのでこちらをやることをおすすめしますって感じですね。はい。ご視聴ありがとうございました。で、結構いろいろなんかランク効率とか、スタミナ効率とか時間効率とかお話ししてるのでちょっと分かりにくいよっていう方はコメント欄とかで質問いただけるとお答えさせていただこうかなと思ってますので、ぜひぜひお願いします。とこれからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょうって方はチャンネル登録高評価をぜひぜひお願いします。バイバイ。